キメラベリテは、日本の競争馬主な勝倉は2019年の北海道2歳、優秀。馬名の意味は、今週の真実。立党、中竹和也旧者に入球ハンニー、リアンベリテが、ダート路線で活躍していたことから本場もダート、適性が期待され、6月15日東京の新馬線に3番人気で、出走。 後位中段でレースを進めるも失速し13着と大敗。9月1日国倉の未勝利戦ではスタートから先手を取ると最後の直線でもそのまま押し切り5馬審査を付け初勝利を挙げる。起乗したサメ島良太が花にこだわってというオーダーでした。まだ2戦目なので物見をしたり、ふわふわするところもありました。被せられたくなかったので、 自分から動く感じで行きましたが、最後も余裕がありました。強かったですねと振り返る解消劇だった。福永雄一に乗り換わった9月28日阪神の一生クラス三着を挟んで挑んだ10月31日の北海道二歳優春では、コースタートから花を奪い逃げると、客色は衰えることなく、アベニンドリームに一番新反差をつけ、重賞発生波を飾る。 七絆にとっては、ダートでの三区初重傷勝ちであった。だが、暮れの全日本二歳優秀では、人気場が総崩れとなった中、さらに上位陣から大きく離された9着に大敗した。ヒアシンスステークスでとの負けをキスすると、2戦目に芝の若葉ステークスに出走。初の芝コース出走で、金層の成績も頭打ちと人気薄であったが、大逃げの手を打って2着に粘った。 中武氏も、花に行ったら粘るね。集中して走れれば、あれだけやれると語る会心の走りぶりで、優先出走権を得たさつき賞に挑む。だがここでは逃げ場手し、ブービー17着に敗れると、軽気量を見込んで出走した、ナルオ記念は、中段からの競馬になり、道中で、ズルズル交代、またしても、ブービーの15着と大敗した。 以下の内容は netkeiba.com の情報に基づく。ありがとうございます。